ジェリー・マクナマラジェリー・マクナマラはアメリカ合衆国のバスケットボール選手ペンシルベニア州スクラントン出身 NBA デベロップメントリーグのベイカーズ・フィールド・ジャームに所属している大学時代はシラキューズ大学のバスケットボールチームシラキューズ・オレンジのガードで2002年から2006年まで活躍した大学4年間に135試合に出場し2006年5月に スピーチコミュニケーションの学位で卒業した。NBA で人気のカーメル・アンソニーもシラキューズで人気があるが、オレンジでは1年間しかプレーせずに NBA 入りしてしまっている。それに比べ在籍1年目で全米優勝の立役者となり、3年目、4年目と連続してビッグイースト優勝に導いているマクナマラの人気は抜群である。 2006年シラキュース市のカリューセールモールで開かれたサイン会には4時間待ちの長蛇の列ができた。シラキューズ大学を卒業後の2006年8月、オーランドマジックのメンバーとしてサマーリーグに参加した。しかしその後はマジックから正式オファーがなかった。9月にはギリシャリーグのオリンピアコスビーシー1年契約に達したがユーロリーグに試合1分間出場しただけで、 11月に帰国した。12月にバットルのジャムと契約した。高校時代に着用していた31番は、シラキュース大学では永久欠番であったため、大学時代は3番を着用した。ありがとうございます。